これ楽しみだな。これはスローでワクワクすんじゃん。来た来た、たっくり来たね。よっしゃ、お、来た。うおー、でか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 。オールスタークラシック2023、10日前かな9日前ぐらいかな、こう僕がプラクティスを開始して、実は偶然孝太郎さんに現場でお会いすると。お、おかっぱりだ。孝太郎さんみたい。孝太郎さんにそっくりじゃね。孝太郎さんにそっくり。やっぱりやっぱり今孝太郎さんにそっくりじゃないって話をしてたんですよ。そうそう、いや孝太郎さんもすぐ分かりましたよ。僕偽物の孝太郎さんかと思ってました。向こうがさ、霞になることに備えて。すごいっすねプラ。近いから。頑張ってください。やっぱり偽孝太郎さんかと思ったら本物でしたわ。頑張ってください。実はその半年前ぐらいから予定してた孝太郎さんと日本に帰ったら一緒に釣りしたいですねっていう風に話をしてて、オールスタークラシックのプラクティス出るんで、もしよかったら一緒に湖出てくれませんか、一日だけでも一緒に釣りできたら嬉しいですっていうような話をしてたんですよ。でお互い結構前からその予定を入れて、釣りをすると、まあ偶然お会いした数日後にお互い予定をしていた霞ヶ浦水系でオールスターのプラに孝太郎さんと一緒に釣りに行くというような感じになりました。当初の予定では霞ヶ浦水系全域を見ながら孝太郎さんと一緒に練習しつつ、なんか久しぶりにこう情報交換とかいろんな話ができたらなって思ってたんですが、当日は結構な強風で、なんかこうトーナメントの前に船をぶっ壊してしまっても、波で壊してしまうとか不具合箇所とかができてしまっても困るので、急遽新利根川を2人で登ろうと、ゆっくりゆっくりね、スロー走行で走りながら上流行けるところまで旅をするという、まあ、2人の兆候となったのが今回の孝太郎さんとの釣りです。あ、これ変えるのが釣れそうだな。そうですか。うん、僕なんかね、やっぱグワングワンするからですか。うん、気づきそう。それ何グラムですか。まあね、7グラム。7です。うん、7が早くていいかな。5にするとちょっと遅くて浮いてきちゃうし。あ、でも本当におかっぱりでゆっくりやりたいときは5にすると食うときあるけどね、7でちょっと熱バイト多いなとか、そういうとき。これすごい。本当今のところ釣れないな。寂しいですね。なんだろうなこの感じ。ちょっと孝太郎さんエレキやってていただいていいですか。うん、すいません。でかヘッドがでかい。でか、あ、でも20フィートだとなんかちょうどいいね。いい感じですか。うん、
21を選んだこともあんのよ。あの去年僕がオールスターに乗ってたやつが21。あのアメリカで中古で買った船が21だったのを日本に持ってきて、うん、あの乗ってたんで、あれが21ですね。なんかみんなで釣りするのは相当いいですよ。普段の釣りでワイワイ楽しくっていう感覚がないからな。あ、わがままだから。もうあれなんですね、あのストイックにと言えば聞こえがいいけど、え、でもどう、もしプライベートだったらワイワイやりたい？え、僕結構2人とかで行くっすね、うん、そういうの好き。そうか、はい、なんか人の釣り見れるから、うん、その時間を新しい発見に使いたい。ああこういうことねみたいな。孝太郎さんとの釣りって結構僕一緒に仕事とか取材とかやっぱ毎年孝太郎さんとのロケってやっていて、一緒に釣りをするっていう機会があったんですけど、どうしてもこうアメリカを挑戦して今5年目っていうような感じで、アメリカを挑戦しだしてからなかなかそういう機会っていうのは少なくなってしまいました。でもやっぱ久々に釣りするとよりその孝太郎さんらしさというか、新しい釣りっていうのがどん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 生まれてて、やっぱ一緒に釣りすることによって学ぶことがたくさんあります。で実際それはあのオールスタークラシックの試合の時見ていただければわかるように、やっぱボトムアップのルアーだったり孝太郎さんが手掛けたルアーっていうのがたくさんデッキに並んでいたぐらい、やっぱ僕が日本で釣りをすることにおいてすごくこう刺激をもらえるというか、新しい発見がある。常に進化してて、常に新しいことっていうのを、新しいテクニックを生む、まあ、そんな素晴らしいフィッシャーマンとしての鏡のような存在で、まあ、今回の聴講も僕にとってはすごくこう思い出に残る、あの楽しい取材というか勉強になる取材だったなと思います。これすごいっすね、ショアコン。なんでこんな美しいんですか、これ。全部この色でいいじゃないですか。え、やだの。え、一本一本を違くしたいんだよ。それは孝太郎さんが、うん、うん、なんかね、竿が一本一本ちゃんと個性があるから、はい、見た目も変えたい。あとお店に行った時に黒い竿が多いからさ、はい、これ選ぶの大変だなと思って、はい、そう。顔ちょっとすごくない、その変わったまで超曲がる、あーみたいな。ちょっと曲げたい、曲げたい。めっちゃ腰めっちゃ曲がるって、うわーみたいな。バットでも投げるとちゃんとピュッていってくる。そうですね、そうですね、いいよね。めっちゃ曲がるっすよこれ。うんってやるっすもんね、アメリカで。ああれかっこいいよね、バスさ、こうピュッて抜き上げて、はいはい、ビヨヨーンみたいな。あれこう画面見ながらこうやってやってくるさ、うん、バスの前を見ながらこうやってやってくるの。あ、そうです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 。つまんないっすよあれ。なんかもう病んでますみたいな感じです。わっしゃ、来た来た、たくり来たね。今僕見ましたよ、ドロー。すごい、わー、釣れた、すげえ。え、前のテンションいいな。いや、いいっすね、こわーみたいな。ババー来た、すごい。バスがいるならいいね、いいっすね、たまにでも。はい、バスプリプリ、綺麗、すごい、綺麗な、この勢いか、すごい。結構外が出ましたね。ねえ、ちょっと胃の中見てみますか。見れる、うん、多分サイト入ってる。マジ、お願いします、写真お願いします、写真お願いします。すごい、たいた、なんかちょっと一気に気持ちが元気になるね。すごい、いたよバスちゃん、すごい。やっぱ釣るのゲートが結構重要かもしれないですね。その水草に浮いてるバスを孝太郎さんが食わしたルアーが、このダイワのフレックスジグにスクーパーフロックダディをセットした、ジグストですね。で、動かし方は結構こう単純なんだけどちょっと難しい。でも基本的にはポンポンポンとこうロッドワークで竿を上に上げて下げてっていうのを繰り返しながら、このちょうど頭とね、このワームのジョイント部分がこう綺麗にジョイントすることによって、このスクーパーフロッグダディの足が
こうすごい美しい感じでこう泳ぐスイムするっていうような動きなんですよ。で、まあ、孝太郎さんこの前足を取ってるので、このねより尻尾の動きが強調されて、シルエットもこうすごい美しくなって、ふわふわふわっと水草の横を泳がしていって食わせると。お手手さよならお手手が出されて、そうそう手をもがれるかわいそうとは右に思ってもない。まあ、ほんと腹筋グリツもいいし、効率、孝太郎さんのキャストを見ていただければ分かるんですけど、すごいスピードでこうショートピッチで打っていって、あのハードウェイトのごとく速い速度でエリアをチェックできるっていう部分があるんで、やっぱこのルアーの出しどころだったり、この強みっていうのを存分に確認できたというか、再確認できた。で、実際僕も試合でこのね、あのダイワのフレックスジグにスクーパーフロッグダディをセットしたこのジグストっていうのはリグっていたんですけど、まあオールスター当日シントネ川は行かなかったにしろ、僕がそこでやっぱ使ったのはこのスクーパーフロッグのノーマルサイズですね、に孝太郎さんが自分で、孝太郎さん本人がラバーを刺してくれて、こうラバーの色とボディカラーとベストな感じで、エビサイズのこのスクーパーフロッグ回ダウンショットリグですね、 3.5g のダウンショットリグで5番際のボイルフィッシュをにアプローチして実際釣ったルアーがこれなんですけれども、まあほんとこのスクーパーフロッグ、関東のフィールドだけじゃなくて関西でもねかなりの超過叩き出してるんですけども、僕がこういろんなところ、日米問わずいろんなところで試していって、やっぱそもそも魚の本能を刺激するルアーだなっていうのを感じてて、まあ見た目こそフロッグ変えるって言ってるんですけど、魚食べてるバスも釣れるし、もちろんエビ食ってるバスには最高だしっていうような感じで、あの非常に使いどころがたくさんあるんで、僕も大好きなルアーの一つです。なんかポケット打ったら釣れそうだな、風よける。はい。カバーネコ。カバーネコって何のワームがいいのかな。ね。あ、いいこと思いついた。お。ショートサンカティさんだったらスナックレスネコにできるかも。おお。そうか。して。ん？可愛くないですか。お、可愛い。あ、何それ。え、ですよね。結構これ。なんかすごい。すごくない？これ。これすごいっすよね。これすごいね。ありじゃねえ？これ。これ釣れないっしょ。釣れる内臓。天才ですよね。これ天才リグこれ超面白い。これすごいかも。こうしたらいいんじゃないですか。これマジ、これ、はい、この方がいいんじゃないか。この方が良さそうですよ。これすごい。え、これ今パッと思いついたの？そうそうっす。内臓スイベルってどうかなと思って。それずれないだろう。うん、これいいっすよね。これすごいこのアイデア本当すごいと思う。これやりましょうブレーバーで。こうやって。やってよ作ってよ。これ絶対すごい。これめっちゃいいっすよ。で、また孝太郎さんすごいこう好奇心旺盛というか、一生懸命プラクティスもやってくれるんですよ。シントネ川って、まあ、席があるんですよね、上に。で、その席の上って僕あんまり、てか船であんま行ったことなくて、レンタルボートでもその席まで、それ以上だと帰ってこれなくなるんでっていうような理由で、その席までってレンタルボートを松屋ボートさんと決まってるんですけど、今回その席が空いてて、オールスターの本部に電話連絡して、この席の上って空いてるんだけど行くことってできるんですかと、ルール上トーナメントエリアなんですかっていう話を聞いたら、トーナメントエリアですと、行っていいですと。えーと思って、
これ行くのって。でもトーナメントエリアだったら見ないといけないなっていう気持ちもあるけど、今まで行ったことなかったんで、おかっぱりしかやったことなかったんでどうだろうなって心配になったけど、孝太郎さんがいやトーナメントエリアだったらちゃんと見なきゃダメだよって、だってそれは試合で認められてるんだから自分がやるかもしれないトーナメントエリアとしてはチェックしなきゃダメって言われた時に、確かにアメリカだったらそうだよな、そこで諦めちゃうんじゃなくて試合でそこの上をやっていいですよって言われてる以上を、まあ、チェックしなきゃいけないなっていうことで、最初は僕もちょっとビビってたんですけど、行った時にいやーすげえな孝太郎さん好奇心旺盛だなって、もしかしてめっちゃ釣れるかもよみたいな前向きな話をこうしながら行った時に、やっぱまあ孝太郎さんは変わらないなと。これ楽しみだな。ちょっとさ、はい、これは釣ろうぜ。釣りましょうよ、うん、ちょっとワクワクすんじゃん。そうですね、これはワクワクする。あー楽しいですよね。そう、何でも食っちまうんじゃねえかこれ。いやでも意外とそれ甘い考え。それ1時間後に釣れない釣れないねってなる。ありがち。猫ちゃん。猫いました？ない。ね、すいません、だんだん心がちょっと今バスエナジーをちょっと浴びないと。そうっすよね、だんだん心が壊れてくるから。心壊れてきますよこれ。猫、猫ちゃん、いやうわ、追っかけてきた。サイズは30ちょい。追っかけてきたっすね。きたきた、たくさん近づいてますよ。はい、追っかけてきた。どっから出てきたの？護岸の際に沈み物があったんですよ、石。ブルルルって回収の時にボワンって魚来たんだけど、僕が回収しちゃったから諦めちゃったんですね、バスで。あ、でも勢いはあった。そうですね、スピード感はありましたね。いるじゃん。いますね。よし、あとは釣るだけだ。やべ、帽子飛んだ。帽子グッバイ。帽子グッバイしました。バックします。帽子グッバイ。帽子グッバイ。あ、やばい、沈む。帽子グッバイ、帽子グッバイ。帽子グッバイ。帽子が、ハンチン。ハンチンするんですか、これ。沈みます？オッケー、ありがとう。やばい。あ、帽子グッバイってな。あ、帽子グッバイ。帽子グッバイするとこでした。めっちゃ撮られてる。面白い。めっちゃカメラ。なんで飛ばないの？いや、僕全締めです。あ、全締めね。はい。そしてずん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 上流に上がりながらプラクティスをしていったところ、とある方が岸からやってきて、そう、あの方です。あの方に遭遇します。あれ、ヒゲさんじゃん。あれ誰？劇さんじゃね？嘘。マジか。劇さん。こんなことある？で、孝太郎さん一匹釣れます。釣りやってんの？なんだこれ。何これ。いろいろすごい。お疲れっす。やってんね。てかみんなあれ、蔵出てるんすか？今日は出てないと思う。普通にやばいっすこの風は。絶対バスボート入っててあれと思って。
これいいよね、一撃でわかるもんね。他のメーカーのラッピングだったら、あそこ誰かなってなるけど、これ一人しかいないからな。瞬間来た時に、あれ黄色だべ、こんなとこバスボート入ってるやつ、知ってるやつ。そしたら完全に黄色。水門開いてて、席が。あれ、そう、これ行こうかなってバスさんに確認したら、行っていいってなって、よっしゃーって。けど入れないもん。そうそう。はい。はい。ありがとうございます。久しぶりですよ。あれそうか、そんな久しぶりかな。そんな気がしない。あれからそうだっけ？会ってないか。すげえね。すごい。ああ。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。バスホリックスインダーハウス。はい、ありがとうございます。すごいね、なんかさ、はい、僕をおかっぱりしてたら、うん、この船がやってきて、うん、今日ここでやってたら、ケキちゃんやってきて、そうっすね、なんか引き寄せてんね。そうですね、引き寄せてますね。だってさ、それ釣り人そんないるわけじゃないのさ、うん、すごいっすよね。で、まあ、ゲキさんはよくね、あの周辺でおかっぱりしてるっていうのもあるんで、あの辺ってこうだった、ああだったっていう話とか、こういろいろね、近況報告とか教わりつつ、釣っていくわけですけれども、まあ、やっぱり皆さん釣りが好きですよね。プライベートでもああやってフィールドに出て、ゲキさんもああやってね、毎日のようにフィールド釣り行って、この前こうだったから今日はちょっと下まで行ってくるわっていうような感じで見てる。まああれは決して、取材ではなく、もうプライベートでああやって釣りを楽しんでる姿を見ると、やっぱみんな釣り好きだなと。釣りを楽しんで、それを仕事にしてる。釣りとの関わり方が素晴らしいなってこう思う瞬間ですよね。みんな釣り好きだし、みんな釣りに一生懸命だし、そして仕事に一生懸命っていう、なんかこう人生楽しんでるなっていうのを感じた瞬間でした。まだ午前中かな。ん？まだ午前中だと思う。1時半。もう1時半？はい。早っ。もう今から1時間半で3時だ。あと1時間？もうそんな？ぐらいしか釣りできないです。マジか。はい。まだ午前中かな。お、1.3m。やっぱ深いっすね。1.4。うわ、ひったくられそうだったかな、ここ。うわ、やっと。荒れてない水面。はい。ドガーンって出ないかな。落ちるもんだね。はい。やっぱこのエッジ系はこの鶴のゲートの弱点というか、唯一打てるのってこういうもう完全なエッジは打てるっすよね、この種族は。よっしゃ、おー、来た、おー、でか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 、マグナム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 、丸飲み来たよ。大丈夫、抜いちゃうよ。大丈夫。おい、すげえ、でっか。これさ、見えてないのかな、結構前に二人でやってるもんね、はいはい、でもいいバスだな。いいバス、すげえ。来ちゃった、この最後、エンドで。すごっ。俺300はありそうっすね、うん、でっか。はあ、すごい。すごい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 、いただきました。すごい、さすがですよね。バイトこそ、まあ、2バイト、風も強かったんでなかなか思うようにやらなかったけれども、全て孝太郎さんがキャッチしてるんで、いやー、やっぱ僕が前を踏んでるにもかかわらず、やっぱ孝太郎さんが釣ってくるっていうところを見るとさすがですよね。あの人がシャローを流すと後ろにバスは残っていないって言っても過言ではないほど、ちゃんと魚を拾ってちゃんと釣ってるっていうような感じで、僕がどれだけ釣りこぼしてるかっていうのを痛感した一日になりました。ありがとうございました。いやー、ありがとう、すごい勉強になりました、めちゃくちゃ。いや、こちらこそ。やっぱ早いね、はい、アメリカやるときはもっと早いんだろうけど、あ、この長さを
見切っちゃったもんね。釣りはただそれだからこそ拾えない魚がいるんで、うん、その辺今日、うん、幸太郎さん後ろで抜いてくれたんで、ああやっぱいるなっていうのが見れてよかったっす。いや、うん、まあね、僕はこのプラクティスこう何日かする中での1日だけど、うん、これで本番にどこを選んで、うん、どう釣ってくるかはすごい楽しみだね。なんかより一層楽しみになった。あ、今日1日よかったっす、ご一緒させてもらって。はい、うん、それは嬉しいです。またちょっとタイミングがあったらぜひぜひ。めっちゃ勉強になるんで釣り、いやアメリカに持ち込もうって思うネタがたくさんあったんで、いやいや、またぜひよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。いやでも楽しかったな。楽しかったっす。Star the way you shine.